午前4時54分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に落下物の情報です。この先の吾妻山トンネルに路上障害物があります。スピードを控えめに注意して走行してください。続いて所要時間の情報です。現在横浜町田インターまで55分ほど、東京インターまで1時間15分ほどそれぞれかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在清水ジャンクションまで東名経由で45分ほど、新東名新清水ジャンクションまで新東名経由で45分ほどそれぞれかかっています。なお9月26日から10月7日までの土日を除き、東京インターから春日インターの間で東名集中工事を実施いたします。また同期期間中は通行止めが電車になるインターがあります。詳しくは当社ホームページをご確認ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。ハイウェイラジオ御殿場よりお伝えします。